お疲れ様ですす8月23日日水曜日朝6時半の相場解説になります今日のテーマはですね、ブレイクのイメージを間違わないでくださいよっていうことをお届けしたいと思います。かなりこれはね皆、ま、今まで勘違いしてる方もいると思うんで、参考になると思います。で、今ね、冷やしを見ていただいてますけども、冷やしが上昇トレンド中だってことは、今までも何度かお伝えしてきておりました。ただし、上昇トレンド中なんですけども、あんまり上がりすぎると介入が やっぱりね警戒されます口先介入からなんですけども、口先介入もね十分効果がありますんでね他の投資家さん、自分以外の投資家さんが特に強額な資金を持っている人がもうね慎重に資金を引き上げる可能性があるんですよ、ですので口先介入も実際の介入も私たち投資家が無視できないようなねそんな概念ですから今、その危機におります、もともとは145円でありましたからね。 そして前回は147円から152円の間で介入っていうのが実際に去年起きてますんでね。今、介入が起きてもあのおかしくない水域ですただし、ゆっくりと上昇する分に関しましては危機的なあこう、ね、対処がないんで口先介入にとどまるからもしくは口先介入すらないかもしれませんただ、この一方的な上昇に乗せられてあんまり調子に乗るとそれが入ってきますんで警戒ですよってことですよね。それで今頭が揃っった状態になってますね。 で、昨日考えていったのは、陰線が2つ並んでます。それと、2日分の、陽線。一発でね、2日分の陰線を取り戻すぐらいの陽線が出てきたんで、この辺りで強く伸びるかなっていうところもあったんですけども、私はあえてね、高根県でのダブルトップっていうことを、この、えー、1日足、4時間足、1時間足を見て、そして1時間足のダブルトップに気づいたんで、セルの方の確信を強めたってことをお話し,しましたねで。あとはね、そのまんまあ、下の方に向かっていって、結局昨日は、 えと陰線で終わってるわけですよ。陰線でね。だから私、セルの戦略を朝の6時から撮った私、もっと言ったら3時半から撮ってますからね。3時半からセル取ってますからね。ですので、最大利益を昨日は取れたかなっていうところなんで、昨日は動画の更新が6本になりました。私の更新をしっかりと見ていただいた方は、同じような利益を取って、北北だと思いますけどもね。おめでとうございますと。じゃあ、4時間を見ていきましょう。で、あの、ブレイクのイメージを変えましょうってことですよ。 で現在、ちょっとね、横ばいに向かったような形になってます。上昇トレンドが終わって、下落にはならないまでも、えっと、結局ね、ここを横切って下落にならなかったんですよ。跳ね返って、上昇トレンドとは言わなくても、移動平均線の上に出てまして、今、移動平均線と、あの、ほぼね、重なった状態です。これがだから収束っていう、そんなね、形なんですよね。はい、そして1時間です。1時間は、昨日の下落を受けて、ボラディティが収まっています。 元々はここにあったボラティリティがこの幅があったボラティリティがですね、次に登るときはここになってるわけですよ。つまりちょっとだけ抑えられてるんですよね。で、これが昨日下落をしました。下落をしたときはここで止まってますから、ここまでのボラティリティは失われてきてるわけなんですよ。今度また跳ね返って上に行くときは、ここまで行かずにここで止まってるでしょ。で、これがボラティリティが収束してますよってことの動きなんですよ。で、これに今日は気づいてますんで、じゃあブレイクするよねっていう形を取るんですけども、ブレイクっていうと私たちはね、ついついね、例えばですよ。 こういうふうーととズバーンと一方向に分かりやすく抜けるって思っちゃうでしょこういうふうに、まあ、確かにそうなんですけどもあの1時間とか2時間でこうなるかっていうとそんなに急速なブレークは材料でもない限り起きないわけですよだからどういうふうなブレークかっていうとね緩やかに上っていくような感じでしまいにはここを抜けて上の方に行きましたっていうブレークっていうことが多いってことをね あのやっぱ思いいいい直さないといけなとけでですす下に向かう時も同じですよ例えばすぐにブレークが始まるとしてもまずはここを抜けてでここで跳ね返って一旦上にいくんだけどもでもギザギザしながらなんとなくねここまで来たかなっていうこれも長い目に見るとブレークが起きましたよってことなんですよだからブレークのスピードどのぐらいのスパン時間間隔で起きるのかなってことをね勝手に勘違いしない方がいいってことなんですよ 現在、上下に触れていたボラティティが収まって、収束に向かったと言えるのが、陰線も陽線も短くって同じような形になっちゃったでしょだから俺収束してるわけじゃないですか。だからこっから上に下にぶれながら、どっちに向かうかなってことを今日は午前中観察していこうってことになります。 ですんで早めに判断がつけば午前中のどっかでねエントリーできるんですけどもそうじゃない場合は午後1時とか2時からのエントリーでもいいと思いますし場合によっては今日と明日2日間かけてブレイクの方向性が決まるかもしれないんでねちょっと時間をかけることになると思いますよはいそれじゃあ本日は以上でございますお疲れ様です